伊東市で樹齢300年を超える藤の花が見ごろを迎えています。伊東市の林泉寺の境内にある藤は300年以上前に信者が寄進したと伝わる古木で、1970年に県の天然記念物に指定されています。例年より1週間ほど早く開花し満開を迎えていて、藤棚から垂れ下がる花房は最長で 1.5 メートル、平均90センチになるそうです。見頃は今週いっぱいまでということです。